今日のお題はギンリージャだよ。ギンリージャ、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。ギンリージャは青唐辛子の酢漬け、つまりピクルスのことだよ。主にスペインのナバーラ州産のピパーラと呼ばれる五唐辛子が使われていて、その特徴としてはアジア産より辛みが強くなく、さらにピクルスにすることで酸味と辛みが程よいバランスになって美味しいそうだね。食べ方としてはそのまま食べたり、生ハムで巻いたり、あとはアンチョビやオリーブとともに串に刺して、ヒルダというピンチョスにされたりして、主におつまみとしてバルに並べられるよ。マイルドな辛さや酸味で主張が控えめだから、いろいろな食材と合わせやすいかもしれないね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。